んた詐欺師ね。さ、ちょ、詐欺師。ちょ。こんにちは。どうした？キテンさん。うん。あのちょっとあの僕あのスキンが少ないのあのギフトください。シバリュー君か。クリクリキッズやん。はあ、もうマジで俺せっかく買ったのによ。はあ。もうなんなんマジで。あ、はい。まだクリクリしてんのお前。あ、あ覚えてる。あ、はい、あのスキン欲しいの。はい。対マンする？対マン勝つ？あ、まあ普通にも。あ、いや、まあ、勝ちますよ。パーティーリーダーちょうだい。 100% のうち、まあ、1000% だね。 100% のうち 1000% 勝てる言ったな。じゃあ俺これ勝ったら何にしようかな。あ、じゃあ、まあ、逆にもスキンあげますよ。あ、スキンくれんの？逆に、まあ、1200円のまあ1200円のスキンくれんの？ほんまかお前、クレクレキッズなのにそんなお金あんのかよ。まずそもそも、じゃあ5本勝負いきましょう。まあ今のはちょっとね。大丈夫？調子悪い？調子がまあラグかったからライトだから俺本当にスイッチライトー。あれから強くなったの？本当にラグいんだよ今は。ラグかわいそうに。シバリュー君のおかげでね動画結構伸びたからね、助かるよ、ありがたい。全部まあ俺のおかげだから。お前のおかげだー。動画まあ出してからなんかフレリク30件ぐらいマジで来て、全員なんかキャプテンに合わせて超うるさかった。超うるさかった。何のスキン欲しいの？今日のアイテムショップでは、うん、いやもう全部欲しいな。全部は分かった、これ買ったら全部あげるよ。この写真さ、なんかさ、くるくるキッズがって言われるんだけどさ、くるくるやん、だって普通に、まあ、くるくるじゃねえかよ。いや、でも、それ今、あ、無料でまあ、もらいたいだけだから。無料でスキンがもらいたいだけね。うん、お前クレクレやないか、それ。そんな乗ってあげるの俺ぐらいだよ、ほんと。ほとんどの人はってなるよ、それ。しかも、タイマーで勝ったらっていう割には、お前、ほんとに強くなったの？あ、ほんとにも強くなったよ。おぉ。ポン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 。あ、ナメムしたら死んだ。なんか勝手に、何？スクショ撮っちゃった。お前、うざ。勝った瞬間スクショ撮るやつ？お前、うざいな。お前、うざいな。友達に自慢しよう。お前うざいな。スクショなんか今ナメプしてたんだよ。キャプテンに勝ったぞみたいな。お前うざいな。言い訳か。うわ、うざ。言い訳か。ふう。どうすんの？なんか弾が入ってなかった。ハンデ欲しい？はい。いや、ハンデもいらないけど、まあ、どっちでもいいよ。まあ、強すぎても俺もハンデいらない。これでじゃあ、負けたらじゃあハンデね。これだ、OK。負けたらハンデ。うわっ！うわっ！よし！やりやがった、お前。24、本君。まだ、ハンデいらない？まあ、ハンデいるね。いいよ、じゃあハンデ言ってよ。だったらじゃあ、どうしようかな。あ、じゃあキャプテンは、10本までね。そういうこと？いいよ。キャプテンはまあ10本まで。いいよ。じゃあちゃちゃっといくね。いや、結構厳しいんじゃない？いや、スキン欲しいの本当に。ラグいから、ラグくなかったらちょっと。あ、もうエアでいくから大丈夫。いや、まあ、大ファンだからさ。うわ、危ねえ。ああ、やばいんじゃんお前。勝てるの？あと2本でも。俺あと3本、あと2本、ワンチャンあるよ。アサルトだけだから。キャプテン。うわ、いた。よし。いける。やばい。やば。はい、死んだ。はい、死んだ。8、3、あと2回。最初2本取った人が勝ち。終わったな。終わったの？やばい、痛い。痛い。キャプテン、普通にうまいな。ありがとう。だけどまあ、俺よりはまあうまくないかな。うぅー。ラスト1、いいよ、決めて、武器。最後のハンデ。じゃあね。じゃあ、ヘビスナだけ。よし。欲張ったな、お前。9対3ね、今。シバリューがあと2回取ればいい。オーラヘビスナであと1回勝てればいい。いけるっしょ。いける。
おい、相打ち？よし、あと1点、あと1点、あと1対1だ。あれあれあれ、緊張するんじゃないですか？やだるよ。いっと、怖いんじゃないの？前はさ、なんかやっぱあげないってさ、うざかったけど、今回は本当だよね。あげるよ、アイテムショップにあるやつ全部あげるから。お互いあと1本。うわあ、危ねえ。負けろよ、負けろよ。うっ、シュゲー。よし、俺が勝った、俺が勝った、俺が勝った。なんで今のは俺の勝ちだよ、俺の勝ちだよ。あ、じゃあ、はい、これじゃ俺の勝ちっすよね。これは俺の勝ちだよ。いや、まず、いや、まず絶対あげない。なんで、俺5本取ったのに。俺勝ったじゃん。なんだ、マジ俺勝ったじゃん。は、何言ってんの。なんで、おかしいよそれは。事実を曲げるな。俺勝ったから。勝ってないよ、勝ってないねえ、おかしない。なんで、はぁ、もうこの人嘘ついてくるんだけど。どうしたの。ねえ、ねえ、何、どうしたの。この人が嘘ついてくる。どうしたんですか。こんにちは。喧嘩、喧嘩。いや、どうしたの。あの、すいません、ん、ごめんなさい。何があったの。お母さんですか。お母さんです。千葉龍くんと喧嘩をしてました。ごめんなさい。戦ってて、ギフトをかけて戦ってました。知らんがな。ごめんなさい。ダメよ。はい、ごめんなさい。ギフトって何ですか。ギフトってっていうのは、なんかプレゼントみたいなもんです。なんかギフトって何ですか。ギフトプレゼントです。プレゼントです。プレゼントみたいなもんです。ギフトはですね、プレゼントですよ、プレゼント。なんでギフトって。プレゼントです、プレゼントです、プレゼント。知らんがな。ごめんなさい、ごめんなさい。知るか。そうですよね。ねえ、そもそもギフトって何ですか。プレゼントです。あんた詐欺師ね。さ、詐欺師。僕は優しい人ですよ。優しい、キャプテンです。知らんがな。ごめんなさい、そうですよね。はい、変わりました。アイテムショップのジムのスキンあげるんすよね。あげる、全部あげる。よし、じゃあお願いします。ちょっと待って、お母さんぶち切られた、はい、お母さん、お前ずるくない。それお前ずるすぎでしょ。詐欺師なんで、あなたが。いや、俺、お前の母ちゃん今詐欺師とか叫ばれたぞ。あんな初めてだよ俺。いや、詐欺師だから、あなたが。そんなありかよお前。アイテムショップのザスキンじゃ、くれるんすよね全部。お母さんもう一回呼んで、一言だけ言いたいわ。あ、謝りたい、謝りたい。何ですか。ボケババア消えろ。ねえ、ババアって言われたんだけど、どういうこと。やっぱ、人生で初めてあんな。めっちゃおもろい動画撮れました。この動画が面白いと思ったら、さすがに面白いので、面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。この動画高評価1万いったら、いやー、まあいいや、1万いったら、あのお母さんと一緒にデュオしませんかと誘ってみます。行かないと思います。行きたくないです、正直行きたくないです。よければチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ、バイバイ。